こんばんは、うえまいです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日ね、まあ、今からあの星のね写真を撮りに行こうと思ってるんですけど、星の写真を撮りに行くのはまた別の動画でねちょっと上げると思うんですけど、この動画ではちょっと集中してね上げたいことがあって、それがですね、この今青く光ってる2つのマイク、1つがねブリンクミー、こっち側ね、ブリンクミーで、こっち側がね、ワイヤレスGO2になっております。まあ、このマイクね、2つともあの内蔵レコーディング機能がついているので、今どちらでもね、撮っている状態になっております。で、まあ、なんでね、この2つをつけているかというとですね、まあ、音質のね、ちょっと聞き比べてみたいなっていうのがね、前からずっと気になってて、今までの、まあ、傾向でいくとね、あの2つ同時に聞き比べたことってなかったので、今日使ってみて分かるとは思うんですけど、感覚的には、GO2 の方が、まあ、少しこもってる感じに聞こえるかなっていう感じですね。比べたら、この位置に置いたらね、あの目の前に持ってきて喋るとまた、音がね、クリアになってどっちも違うんですけど、まあ、実用的なのはこういう付け方なので、まあ、この位置での音としては、ゴーズの方が少しこもった感じで、ブリンクミーがねあのもうちょっとクリアな感じの印象があります、はい、でも実際に聞き比べたことはないので、ちょっと今日は、まあ、一気にね録音すると、まあ、聞き比べができるので、まあ、それでねちょっと試してみております。で、まあ、インターナルレコーディングなので特にねこの電波干渉音とかはあのない状態だとは思うんですけど、マイクピンマイクもねつけてませんし、まあ、どちらのマイクもねちょろっと電波干渉みたいなのがね入ったことはあるんですよ。マイクつけてない状態でもだったかな。まあ、あのブリンクミーは外部マイクさせないマイクなので、もうこのマイクにね頼るしかないんですけど、うん、まあ、この点はねあの GO2 がねやっぱり便利ですよね。タスカムさんの TM10L だったかなっていう、マイクね、あれね音がすごく私の声には合ってるなと思っているので、まあ、そのマイクを、まあ、使えるっていうこともあってね、まあ、その辺はワイヤレス GO2 の方がねあの便利ではあるかなとは思うんですけど、まあ、このマイクだけの音質で言うとどっちなのかなっていうのをちょっと見てます。で、今風がねすごい入ってきているので、その辺もねどういう風にあの捉えてるのかっていうのもちょっと気になっております。で、今なんかちょっと橋の上を走ってるので、特にねあの風がすごい吹いてる状態ですね。この中でね聞こえてたら、まあ、どちらのマイクもね優秀だと思います。今日はね沖縄のちょっと南部の方にね、向かってるんですけど、南部か北部どっちかに行くと、まあ、星がより見やすい、まあ、田舎になればなるほど暗くなるのでね星が見やすいということで、まあ今日ベストなコンディションかと言われたら、まあ快晴ではあるんですけど、ちょっと月の確認してませんけど、とりあえずあのタムロンさんの1728のね返却日がちょっと近づいてるので、まあ、せっかくねワイドな広角レンズ、まあ、F 値はね、まあ、星の写真を撮るにしては F2.8 ということで、まあ、そんな明るいっていうわけではないんですけど、まあ、撮れないこともないと思うので、まあ、広角のこの 17mm っていうねあの広角端もちょっと利用しつつ、まあ、星空の写真を、まあ、ちょっと夏の思い出的にね撮りたいなと思って、はい、外に出ております。これ聞こえてんのかな、風相当すごいんですよ今。私はね髪が短くてちょっとあんまり揺れてる感がないかもしれないんですけど、ちょっと閉めてみましょうかね。あのもしすごいことになってて全然声が拾えてないっていう状況だったらちょっと困るんで、一応閉めてみます。で、まあ、今日はあの音質をちょっとね聞きたいっていうことで、まあ、2つやってるんですけど、このマイクのねなんか利点だったりとかちょっと比較みたいなのも話してみようかなとも思っているんですけど、まあ、まず機能で言ったらね、まあ、こういうあの窓を開けた時とか、まあ、ノイズがすごいなっていう時、まあ、ブリンクミーは、ノイズキャンセリング機能がついているので、まあ、あの内部でねそのノイズキャンセリング処理をしたものを、まあ、録音してくれると、はい、いう風な仕様になっております。で、これね使ったことあるんですけど、前もねドライブ動画でちょっとねあの皆さんに紹介した時に音声ね聞こえたと思うんですけど、私のね考えとしてはそんなに良くないんじゃないかなっていうのが正直な感想だったんですよ、使う前ね。まあ、なんでかっていうと、ノイズキャンセリングの機能があるマイクとかってちょっとねこもった音になりがちだったりとか、変に音が小さくなったりとか、
するので、まあ、このマイクもそういうことが起こるんじゃないかなとは思っていたんですけど、で、まあ、実際使ってみるとね、時々ねこの、 あの周りの音が大きいとちょっとあの聞きすぎるというか、まあ、それでなんかこもったりすごいちっちゃくシャリシャリしたりとか、なんかそういう、シャリシャリ音の方が大きいかもしれませんね、ノイズキャンセリングは。まあ、そういう感じに、ね、なったことはありました。はい、で、まあ、Go2 は、まあ、ノイズキャンセリング機能ないので、まあ、ノイズキャンセリング、まあ、あの外の環境でちょっとうるさいなと思った場合は編集ソフトなんかでね、まあ、ノイズキャンセル処理をして、その点はね、なんかそういうふうには解決できるかなとは思います。で、まあ、さっきも言ったようにね、まあ、比較でいくと Go2 はね、やっぱりね外部マイクがさせる 3.5 ミリの、ね、マイクロフォンジャックついてるので、まあ、この点においてはね、まあ、自分がもしピンマイク使いたいとか、あまりねこういう風に大きいマイクを胸元につけて目立たせたくないとかね、そういった場合にはね、やっぱりピンマイクを使いたくなるシチュエーションもあると思うので、まあ、その場合はブリンクミーはね、ちょっとオプションが、そのオプションがないので Go2 がねいいのかなと思います。で、まあ、使っててね、まあ、ブリンクミーがねいいなと思う点はですね、あのアクセサリーがすごい豊富で、今もそうなんですけどマグネットでねつけております。まあ、こういうのが最初からねちょっと入ってると、いろいろねあのマウントをしやすいというか、まあシートベルトだったりとか、あと T シャツとかね、こういうところにもマウントしますけど、まあ、今この状況で、Go2 は、まあ、クリップ式なので、まあ、クリップでシートベルトにつけているという感じです。で、あの別売りでねマグネットを売ってるんですけど、まあ、それをね購入すればこういう感じで T シャツにつけれたりとか、クリップなしでもマウントすることができる仕様とはなってるんですけど、もともとついてくるっていうことに関してはね、ブリンクミーはアクセサリーはね結構豊富なんで、もう開けてそのまま使うときにすごい便利っていう感じですね。今ね沖縄ね2日3日前ぐらいからちょっとね飽きしてるんですよ。これがねめちゃくちゃ嬉しい。さっきね窓を開けてたんですけど、窓を開けてねすごい涼しいなっていう感じになっております。その前まではあのものすごい暑くてですね、座ってるだけで汗かく感じ、秋がね来てこの変わり目がねすごい私好きなんですよ。なんかワクワクしちゃうんですけど、そういう時期にねちょっとなってきてるのかなと。でもなんか早く感じるんですよね、それが来るのが。まだね9月の初めですからね、なんかもうそんな時期になってる。まあ、でもこれね一旦ちょっと喜ぶと灼熱の暑さが戻ってきたりすることもあるので、ちょっと控えめにね喜んでますが、沖縄はこんな感じのね今気候となっております。窓開けてドライブしたらすごい気持ちいい感じです。湿度もねなんかすごい落ち着いてるんですよ最近、この3日前ぐらいから。でもなんかこう夏が終わるとなれば、なんか逆にちょっとねあがこうとしてもう1回ぐらい海に入りたいとかねいう話を昨日ね友達とちょっとしてたんですけど、まあ、あと1回は入りたいですかね、スノーケリングに行こうかなっていう話をねしてました。今のところどうですかねマイクの感じ、皆さんどちらのマイクの音質がいいと思いますか、まあ、どちらがね好みでしょうか。これね書き出すときは音量のね調節だけさせてもらって、それ以外の、まあ、EQ だったりとか、何もいじらずにね、ゲインの調整だけで出します。ということで今日はね、プチ実験ということで、まあ、こんな感じでね撮ってみましたが、どうだったでしょうか。皆さんのねあのこっちのマイクが好みとかあればね、下のねコメント欄にコメントしていただければ参考になります。今ねロードさんの新しいマイクね、ワイヤレスプロとかね出てますけど、まあ、あのマイクもねすごい良さそうだなとは思っておりますが、とりあえず今私の手持ちの2つのマイク、ワイヤレスミーもねちょっと比較しようかなと思ったんですけど、あれは内蔵のレコーディングちょっとないので、今日はねこう内蔵のレコーディングができて、まあ、スペック的にもどちらかというと近いかなという2つのマイクをねちょっと比べてみております。ということで、まあ、もしこの動画がね、ワイヤレスマイク探しのね参考になれば幸いです。この動画良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で皆さんまた次の動画でお会いしましょう。Thank you.